あかん、阪神優勝してまう。皆さん、フラグという言葉を知っていますか？フラグとは漫画、アニメ、映画、ゲーム等においてストーリー展開上これからどうなるかが概ね予想できてしまうような典型的な演出を指す意味で用いられる表現、ある種のお決まり的な成り行きを示唆する伏線のような描写のことを言います。プロ野球で有名なフラグといえば2008年阪神の V やねん。2008年の阪神は開幕から首位を独走、前半戦のうちにマジックを点灯させました。そして9月には阪神の優勝を確信した日刊スポーツが阪神優勝を前祝いする雑誌 V やねん阪神タイガースを発売。しかしこの時背後から巨人の猛追を受け、予断を許さない状況だったことから、ネット上では見切り発車すぎるのではと疑問の声が上がっていました。その後阪神は結局最後の最後で巨人に最大13ゲーム差を大逆転され、優勝を逃す悪夢のシーズンとなり、 V やねんは阪神 V1 の盛大なフラグとして現在でも語り継がれています。そして今年も2008年同様に阪神が序盤から首位を独走、しかしその最中にある番組によりフラグが立てられ、結局阪神は優勝を逃してしまったんです。そこで一つの疑問が生じました。フラグの再現はなぜ起こってしまったのか。というわけで今回の動画は2021年阪神を振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。2021年阪神、昨年の阪神は外国人を多く抱える戦力が見事にはまり、当初保険として獲得したサンズ、スアレスが大活躍、4番大山選手の覚醒などで2位となりました。そしてオフにはロッテからチェンウェイン、韓国球界からロハス、アルカンタラと KBO 最高のバッターとピッチャーを両取り、さらに3年連続12球団ワーストの失策を犯した内野陣に厚みを持たせるため、巨人から山本康弘選手を獲得しました。そして2021年、コロナの影響で新外国人が入国できず開幕が間に合わないことが決定。さらに入国した後もキャンプを行っていないため、調整期間も考慮すると一軍の合流期間は不透明でした。他球団は軒並み助っ人の合流が遅れ、阪神もロハス、アルカンタラの来日が遅れることが決定。しかし他球団と比べて多くの外国人を抱える阪神は、既存助っ人のマルテ、サンズ、ガンケル、スアレスら主力助っ人をキャンプから来日させることができ、アドバンテージがある状態で開幕を迎えました。さらにオープン戦ではルーキーの佐藤輝明選手が6本のホームランを放ち、開幕スタメンを勝ち取るとチームもオープン戦12球団1位フィニッシュ、16年ぶりの優勝に向け期待感が高まります。そして2021年シーズンが開幕、阪神は前年最下位のヤクルト相手にいきなり開幕3連勝を記録。その後広島とのカードでは負け越したものの、続く中日、巨人とのカードで勝ち越し、続く DeNA とのカードでは初戦にルーキー佐藤輝明選手がライトへ場外ホームランを放ち勝利すると、2戦目にはこれまで木浪選手、山本選手が併用されてきたショートに代打で結果を残していたルーキー中野選手がプロ入り初スタメン起用されると、1安打1打点1盗塁と躍動し勝利に貢献。阪神は翌日の試合にも勝利し、その後破竹の8連勝を記録、見事開幕ダッシュに成功しました。4月が終了した時点で貯金11で1位、2位巨人とは 2.5 ゲーム差、3位ヤクルトには 3.5 ゲーム差つけていました。先発陣は4月終了時点で QS 率7割と驚異的な数字を叩き出し、8回岩崎投手、9回スアレスの勝ちパターンを開幕から確立。打線はルーキー佐藤輝明選手、中野選手がレギュラーに定着し、1番から8番までがっつり固まった阪神打線はこの時すでに完成形となっていました。5月に入ると各球団入国が遅れていた助っ人たちが合流、ヤクルトは新外国人サンタナ、オスナが合流し、打線が一気に厚みを増しました。阪神は5月に入っても白星が先行し、貯金16を抱えた状態で交流戦が開幕。交流戦最初のカードとなったロッテ戦ではリードした状況で岩崎投手が打たれるなどして負け越すも、続く西武戦では2年目の及川投手がプロ入り初登板すると、佐藤輝明選手には1試合3本のホームランが飛び出し、見事勝ち越しを決め5月が終了。阪神は貯金17で1位、2位巨人と4.5 ゲーム差つけていました。しかし6月に入りオリックスのカードではまたしても岩崎投手が打たれ負け越し、続くソフトバンクとのカードでは他のリリーフ投手も打たれ、課題の中継ぎ不足が表面化しました。しかし最後は日本ハム、楽天相手に6連勝を記録し、交流戦2位でフィニッシュ。貯金は今シーズン最大の20に伸ばし、この時点で3位ヤクルトとは7ゲーム差つけていました。そして交流戦明けの巨人3連戦でも初戦に勝利し、この時点で巨人とのゲーム差は8に。その後1勝1敗で迎えた6月20日の試合前、在阪テレビ局 ABC はある番組を放送します。あかん、阪神優勝しまう。
もともとアカン優勝してまうは野球ファンの間でひいきチームが勝利し、大げさに喜びを表現する際に使われており、21年に入ると阪神が開幕から多くの勝利を重ねたことでアカン阪神優勝してまうがツイッターのトレンドに上がる回数が激増。そこで ABC が阪神優勝応援特番のタイトルに採用しました。しかしこの番組の放映が発表されると、阪神ファンは13年前に刻まれたトラウマを思い出し、 V やねんの再現を不安視しました。案の定番組が放映された後の巨人戦で敗れ、このカード負け越し、さらに25日からの DeNA 戦ではまさかの3立てを食らってしまい、アカン阪神優勝してまう放映後1週間で2勝5敗、一方の2位巨人は6戦全勝し、18日には最大8あったゲーム差がわずか9日で 2.5 ゲーム差まで接近。これ以降アカン阪神優勝してまうは死後と化し、ツイッター上から姿を消しました。6月終了時点で阪神は貯金17で1位、2位巨人とのゲーム差は3となりました。この頃から中軸の大山選手、サンツ、佐藤輝明選手、梅野選手の打棒に陰りが見え始め、得点能力が低下しました。7月に入っても阪神は勝ちきれない試合が続き、巨人に加えてヤクルトにも迫られます。7月6日にはサイン盗み疑惑がかけられ、矢野監督の怒号が飛び交い、7月20日には雨の神宮で7番に降格した大山選手が決勝スリーラン、7月12日には DeNA の守護神三島投手から一挙4点を取り逆転サヨナラ勝ち。その後の勝利監督インタビューで矢野監督が涙するなど劇的な試合を連発して、なんとか勝利を拾い、何度も首位陥落の危機を乗り切って前半終了。前半終了時点で阪神は貯金15で1位、 2.5 ゲーム以内に巨人、ヤクルトがひしめき合う三つどもえとなりました。そしてオリンピックブレイク中に阪神首脳陣は課題の中継ぎを強化するため 5,6 回に打ち込まれるケースが多かった先発のアルカンタラを中継ぎ転向させます。後半戦が開幕すると阪神は12試合で7勝5敗とまずまずのスタートを切ります。中でも不振により一時期勝ちパターンから外れていた岩崎投手がオリンピックをきっかけに復調。これ以降シーズン最後まで8回岩崎、9回スアレスが再確立しました。さらに2軍から昇格した小川一平投手が好投を連発し序列を上げ、2年目の及川投手、中継ぎ転向したアルカンタラと共に戦力となり、徐々に課題だった中継ぎ陣が整備されていきます。しかし8月29日の広島3連戦で痛恨の3連敗を喫してしまい、開幕から守り続けていた首位を巨人に明け渡し、さらに勝率の差でヤクルトにも抜かれ、一気に3位転落となりました。しかしそれから5日後、巨人との首位攻防3連戦で一気に流れが変わるんです。初戦は巨人先発戸郷投手の前に5回までパーフェクトに封じられるも、3点ビハインドで迎えた7回裏、大山選手の三塁線を破る2点タイムリーで同点。その後満塁の場面で中野選手が走者一掃のタイムリースリーベースを放ち、見事逆転勝利。続く2戦目は9回1点ビハインドの展開で、大山選手が巨人の守護神ビエイラからレフトスタンドへ逆転サヨナラツーランを放ち、逆転勝利し首位を奪還。3戦目は6回まで6点のビハインドを背負うも、6回の表に勝利を確信した巨人原監督が坂本選手を早々に下げると、流れが一変。6回裏阪神の攻撃地、坂本選手の代わりにショートに入った若林選手のファンブルで1点を返し、その後連打で2点差まで詰め寄ります。さらに7回裏、この回からショートに入った広岡選手の悪送球で1、3塁になると、代打糸井選手の同点2点タイムリーで引き分けに持ち込み、このカード2勝1分け、阪神にとって大きな勝ち越しとなったんです。対する巨人はこのカードで首位固めと行きたかったところが、まさかの負け越し。実はこの時巨人にもあるフラグが立っていたんです。わっしょいベースボール。後半戦が始まる前日に原監督はスタッフ9を集め、みんなはみこし担いだことあると切り出し、みこしを担ぐ人、みこしに乗っている人たち、それが一つのチーム、一つになって戦う、それを付け加えたい、まあ簡単に言うとわっしょいベースボールと高らかに発令。すると原監督の背後にいた元木ヘッドは下を向き、顔を右手で覆うと、それを見た村田義則コーチ、広岡選手も笑いを必死にこらえる姿はまるで笑ってはいけない読売巨人軍でした。さらに20日には暴力騒動で謹慎処分を受けていた日本ハム中田翔選手を無償トレードで獲得。原監督はワッショイの輪に加わってくれたというのはチーム内においても非常に大きいと歓迎しました。そして後半戦開幕、巨人は最初のカードでいきなり3連勝し、その後も順調に白星を重ねます。そして8月29日とうとう阪神を抜き首位に浮上しました。さらに巨人首脳陣はこのまま優勝に向けスパートをかけるため、9月から先発ローテの菅野、山口、東郷、高橋、メルセデスの5投手を中5日で回す戦略を敢行。しかし9月3日に阪神3連戦を負け越し、首位を奪い返されると、そこから引き分けを挟んで6連敗を記録。さらに9月25日からは5連敗、10月5日からは引き分けを挟んで10連敗を記録し大失速。優勝争いから脱落しただけでなく、最大15ゲーム差離していた広島と CS 争いする羽目に。
この期間打線は9試合連続2得点以下と深刻な貧打に苦しみ、先発ローテを中5日で回したことで先発陣のパフォーマンスが軒並み低下、序盤から大量失点する場面が目立ち、好投手も援護が恵まれないなど投打が全く噛み合わず先発22試合連続未勝利を記録。この低たらくぶりに巨人ファンから首脳陣に対して批判が集中しました。結局巨人は CS 進出圏内は死守したものの借金1でシーズン終了。わっしょいベースボールは盛大なフラグとなってしまったんです。話を阪神に戻します。阪神は巨人との3連戦で勝ち越すも、次のヤクルト3連戦で負け越し、ヤクルトはその後9月14日から引き分けを挟んで9連勝、球団新記録の13試合連続無敗を記録。その連勝中の最中だった9月22日に阪神はとうとうヤクルトに首位の座を奪われます。しかし阪神は9月24日から行われた巨人3連戦で粘りを見せます。初戦は西勇輝投手が炎上するも、その後追いつき、9回裏ワンアウト満塁に大ピンチでショート中野選手の超ファインプレーが飛び出し同点。2戦目は高橋遥人投手が圧倒的な投球で完封勝利。3戦目も勝利し、このカード勝ち越し、この勢いのまま首位を奪還したいところでしたが、続く広島3連戦でまたもや痛恨の3連敗を喫してしまい、ヤクルトとの差が広がってしまいました。その後中日3連戦ではマルテの3試合連続ホームランや高橋遥人投手の2試合連続完封などで3立てしヤクルトを追走。しかしここに来て ABC がまたしてもある番組を放送してしまうんです。16年ぶりに阪神優勝してまう。ただ前回と比べて番組の名前が微妙に変わっており、アカンが外され、文末にびっくりマークとクエスチョンマークが付けられトーンダウン。これを受けてネット上では番組名微妙に変わってて草ひよったなぁといった声が上がりました。番組名が変わった影響か、今回は呪いが発動せず、阪神は続く DeNA とのカードでも連勝し5連勝を記録。しかし3戦目に及川投手が DeNA 外に逆転ツーランを打たれ敗戦します。そして対ヤクルト戦、この3連戦のうちヤクルトが1勝でもすればマジックが点灯する天王山を迎えます。阪神の先発は2試合連続完封勝利を挙げた高橋遥人投手、ヤクルトの先発はこの年覚醒した次世代エース奥川投手。試合が始まると初回からヤクルトが得点を重ね、阪神打線は奥川投手相手に沈黙、初戦を落とし、ヤクルトは7連勝でマジック11が点灯しました。続く2戦目は阪神が勝利するも、3戦目は中継ぎが踏ん張れず逆転負け、ヤクルトのマジックは9となりました。続く巨人戦は4番大山選手が7日に DeNA ロメロから受けたデッドボールによる背中の張りでスタメンから外れるも、このカード2勝1分けで対巨人戦14年ぶりの勝ち越しを決めます。特に3戦目は0対0、9回同点の場面で伏兵の板山選手、木浪選手の連続タイムリーが飛び出し勢いがつく勝利となりました。10月14日、ヤクルトスワローズは高津監督が9月7日の試合前ミーティングにて選手を鼓舞するために発した強いメッセージ、絶対大丈夫をグッズ化することを発表。さらに10月19日、週刊ベースボールがヤクルト特集後ヤクルト V打を発売することを発表し、これらの発売を受けて阪神ファンは絶対大丈夫とヤクルト V打の2つをヤクルト V1 フラグとして大きな期待を寄せます。そこからヤクルトは2つのフラグによる呪いが発動し、その後の6試合を1勝3敗1分けと失速。特に広島巨人相手には投手陣が崩壊し2桁失点で連敗。これまでチームを支えてきた中継ぎ陣の疲労が見え打線も沈黙。対する阪神は坂本捕手、島田選手、木浪選手ら控え選手が不振の選手に代わり躍動。10戦を6勝1敗3分けと驚異的な粘りを見せヤクルトを猛追、ついにゲーム差なしまで接近しました。10月25日時点でヤクルトマジックに、阪神残り1試合、ヤクルト残り3試合、阪神が残り試合の中日戦を勝利し、ヤクルトが DeNA 広島相手に2敗すると阪神の優勝が決まります。前日には中日の4番ビシエドの欠場が報道され、さらにヤクルト相手に先発予定の DeNA のエース今永投手が2年前巨人にここで胴上げされている、僕らが勝てばひとまず胴上げはなくなるのでとにかく勝ってファンの方に届けて胴上げも防がなければいけないと思いますと発言。またヤクルトと残り2試合を残している広島笹岡監督も、優勝争いをしているチームにこちらはベストを尽くさないといけない、最後まで球場に来てくれているファンのためにも最後までやり抜くのが基本線と、両者からヤクルトの優勝を全力で阻止すると頼もしい発言が飛び出し、阪神ファンを大きく期待させました。そして運命の10月26日、阪神ファンの期待を一身に受けた今永投手は初回からピリッとせず、2回にはヤクルト打線に捕まり3回5失点であえなく KO。 DeNA 打線もヤクルト投手陣の前に沈黙し、あっけなく敗戦しました。一方勝利が至上命題の阪神は2回に糸原選手のエラーで先制を許し、打線は中日小笠原投手に完全に封じ込められ0対4と敗戦。今シーズンを象徴するような手段銀打で16年連続 V1 が決定しました。その瞬間を見届けたヤクルト9は一目散にマウンドに集まり歓喜の輪を形成。高津監督は横浜の夜空に5回舞いました。
このように阿寒阪神優勝してまうの放送により立てられたフラグは見事に回収されてしまったんです。総括、阪神は後半戦に入り、多くの主力選手が不振の域を超える極度の不振に陥りました。サンズは2年連続で後半に急失速。佐藤輝明選手はプロ野球記録の59打席連続ノーヒット。梅野選手もオリンピック後に異変が起き、終盤はベンチに。後半も印象的な活躍を見せたマルテも打率2割1分3厘。さらに最後の最後で近本選手、大山選手が怪我で離脱し、最後までベストオーダーが組めませんでした。対して優勝したヤクルトは、MVP 確実の村上選手を中心に1番から8番までがっつり固まり、強力打線を形成。コロナで離脱はあったものの、それ以降は誰一人欠けることなく、1年間戦い抜きました。また阪神は守備も4年連続12球団ワーストとなる86失策。課題を克服するまでには至りませんでした。ただ、先発は12球団ナンバーワン。中継ぎもシーズンを重ねるごとに整備され、10月には先発、中継ぎともに驚異的な防御率を叩き出しました。77勝56敗、貯金21、勝ち星は12球団ナンバーワン。2位が1位の勝利を上回るのはセリーグ35年ぶり。後半戦、阪神は決して失速したわけではなく、29勝23敗7分けと、むしろ貯金を6増やしましたが、ヤクルトが倍以上の貯金13を叩き出しました。単純にヤクルトが強かった。ヤクルト優勝おめでとうございます。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。